戦うロチューバーバです、えー、昨日ですね昨日ああでも今ちょっと日付回っちゃったんで一昨日になってしまったんですけど昨日、えー、まあタイトルにもありますように警視庁に呼び出されて新宿警察署に行ってまいりました、まあ、朝7時50分ぐらい、まあ、8時ぐらいに警視庁か,から鬼電がありまして、まあ、俺はその時新宿の ラブホで女の子二人と寝てて、お休みモードにしたんですけど、まお休みモードっていうのは、あの、二回連続で電話をかけることによって突破できちゃうんですね。LINE 電話でも確かできるんですけど、LINE 電話でも普通の電話でも、二連続でかけることによってお休みモードを突破できちゃうんですけど、まあそのお休みモードを突破してきたその警視庁からの電話で起きました。で、えまあ電話の内容は、あ、中村さんの携帯ですかみたいな。警視庁の池澤ですと。え今、 宇都宮に来てるんですけど、家にいらっしゃらないですかねみたいな。はい、今、新宿で、新宿のホテルで寝てますと、朝まで飲んでましたと。で、ああ、そうですかみたいな。今日なんとかちょっとお時間作って、お会いできないですかねみたいな。こっちとしてはまあ、警視庁から電話なんで焦るんで、まあ、まあ、まあ、ちょっと忙しいですけど、まあ、なんとか時間作りますと。いうことで、じゃあ今から新宿の方に戻るんで、ちょっと近くの警察署、 ままで、えー、来てもらえますかということで、えー、もう一回電話があって「じゃ今新宿警察署に今話通しましたんでそちらまで来てもらえますかと」とで、まあ、10時ぐらいに戻れるんでそれぐらいでよろしくお願いしますってことでおとといだね12日かな今14日なんで15日になったのかで13日かじゃ六6月13日にの10時に新宿警察署行ってきました。 で、まあちょっと予想はついてたんですけど、まあ、予想通りの内容、じ、まあ、事件というかな、予想通りのことであって、で、えー、まあ、予想ついてたっていうのは、その最初にやっぱ言われたんですなんか、こうやって呼び出されたことに対して、心当たりありますかって聞かれて。で、実は、1ヶ月前ほどに、まあ和製ミナージュっていう、まぁふわっちの配信者、僕が3年半前ぐらいに、 え、3ヶ月だけまあお付き合いしてた女性なんですけど、まあ、まあ本名とかもあるけど、とりあえず一応ふわっちのね、配信名は、まあ和製ミナジュっていう女性なんですけど、が、1ヶ月前ぐらいに、えー、もう右父から、僕ですね、右父からストーカー被害がもうひどくて、もう警察にも相談していると。で、もう実際に警察も動いてると。私の嘘だったら警察動かないよね。 ってことは、警察動いてるってことは、もう私が言ってること本当だってみんなわかるよねみたいな感じで、ま、生配信で発言してたのが、ま、誰かリスナーさんが送ってくれたんだったかな忘れたけど、ま、そういう発言されてて、で、本当に警視庁から呼び出してくれたからまあ、ま、99%は、ま、そのことだろうなっていうまあ。まあ、99%はもうだ、ま、90%ぐらいそのことだろうなって。ま、あとはあり得るとすれば、あのー、 まあ僕がエロチューバーとしてね、いろんな女の子をナンパしたりして、まあ動画出演してくれてるんですけど、してもらってるんですけど、まあ女の子が直接やっぱり消してほしいとか、やっぱ気持ちが変わってね、あの、ちょっと酔っ払ってただけで、やっぱり本当は消してほしいんです、みたいな。もちろん連絡があったり言ってくれればすぐ消すんですよ。ただ、まあもしかしたらなんか直接連絡するのもあれだし、ね、俺のこと信用してなかったら、まあ言っても無駄だって思った女の子が警察に相談して、 あの、いや、この子が消してほしいって言ってるんですけどっていう、この警察からのお願いみたいなのも、まあ、ちょっとあるかなと思いましたね。な実際、1年前、2年前ぐらいにそういう女性は一回いたんで、ね、明石警察署まで行ってきたんですけど、明石警察署まで行って、で、結局言われたのは、まあ、その彼女とのそういうね、まあ、ハメどりみたいなのが残ってるのであれば、 もちろん流出もしないでほしいし、今すぐ消してほしいと。で、あのー、もう私に連絡してこないでほしい。っていうのを、明石警察署まで行って警察官に言われたっていう。そんなの直接言ってくれれば、もちろん勝手に流出なんてするわけない。そんなのただリベンジポルノで犯罪だしね。勝手に流出するわけもないし、ね、あのー、まあ、消してって言われるら消すし、連絡しないでって言われるら連絡しないし。 まあそういうね、変わった女性が一回いたんですけど、まあそういう女性がいるのかなとも、ちょっとは思ったけど、まあでも、和製ミナージュ本人がもう警察も動いてるまで発言してたのがあったので、まあまあ9割方その事件かなと思うんですけど、って言ったら警察官も、ああまあ、その件ですね、みたいな。って感じで、え、ありました。で、その、なんかストーカーだったりとか、こう、付きまとい行為みたいなことで、あの、 なんか、その和政さんと接点あります本人で自覚ありますみたいな感じで聞かれて。まあ、僕3年半前に付き合いしてて、そこからも,もう全く連絡取ってないですと。まあ、お互い暴露合戦みたいな感じで、ちょっと最初は揉めた。別れて最初の1ヶ月とかはちょっと揉めたことはあったんですけど、そこから3年半も全く接点もないし、あのー、僕から接触したことは一度もありませんと。ただ、あのー、ふわっちのね、生配信者の 格闘技イベントみたいなのがあって、まあ、格闘技イベント、配信者の格闘技イベントあれば、僕は大体顔出してるんですけど、ま、あその時も、いつも通り顔出しに行きましたと。そしたら和勢がいましたと。で、ただ、僕はもう3年半関わってないし、僕のこと嫌いだろうなっていうのも分かってたんで、あの、関わらないように、目も合わせないように、近寄らないようにしてましたと。ただ、それでも、なんか、あの、別室行って、発狂しだしちゃったのよま、あパニックというかヒステリックというか、うわーみたいな。 なっちゃったんで、僕は主催者に、右っちくんが来たから、パニックなっちゃってるらしいから、出てほしいって。で、主催者に言われて、あの、主催、あの、僕は、もう5分ぐらいで、もうその会場を後にしましたと。ただ、あの、ネタにされ、僕は、被害者、その件に関しては僕は被害者だと思ってるんで、配信のネタにはさせてもらいましたと。和製が発狂したせいで、出禁になったと。という配信を、ま、近くでしてましたと。 それも、あのー、もちろん友達の応援にも来たし、打ち上げで友達と約束もあったから、友達を待ってるっていうのもあったし、あのー、急に発狂されて出禁になったから、こっちも腹立つし、まあ、配信のネタとしてっていうのもあったし、まあ、配、あのー、会場の前で、まあ、配信しながらやってましたと。その3ヶ月前ぐらいに、それが3月4日だったかな。3ヶ月前ぐらいに、その一件で、まあ、たまたま鉢合わせしちゃったっていうこと以外は、 もう全く会ってもないし、もちろん僕から連絡することもないと。そもそもツイッターも f w a t も全部ブロックされてるから連絡手段もないと。だからストーカーなんて、ね、本当に絶対してないです。っていうことでまあ説明して。で、まあ、でも警察官は一応向こうの話を聞いた上で、あのー、来てるから、どちらかでは向こう寄りなんだよね。まあでも、そのね、あのー、会場の外でずっといたっていうのも、まあやっぱりそのね、 出待ちじゃないけど、待ち伏せしてるって、ま捉えられても、まあおかしくないよね、みたいな感じよで。<laughs> まあ、そう、それ本当にまあ、めちゃめちゃ、100歩譲って、1万歩譲って、その件は、まあ、ギリギリ、ね、あの、すごい被害妄想を含めて言えば、確かに、もしかしたら私のこと待ち伏せしてるのかもしれないっていうので、 その件だけに関しては、本当に、ま、ストーカーって捉えられても、ま、おかしくはないかもしれません。ただ、本当にそれ以外に関しては、マジで、ストーカーと思われるような行為も、間違われるような行為も、一切してないと。っていうことを、ま、俺はもう一生懸命、アピールしてきて。でも、なんなら、俺は、もうその件で、あの、右っちのストーカー行為がひどすぎて、 もう私は自殺しますみたいなツイートされたりとか、もうね、右っちのストーカー被害がひどすぎてもう警察に相談しますみたいな、もうありもないことを書かれてるんで、こっちからしたらもう名誉毀損で訴えようかと考えてるぐらいです。で、まあ言ってきたと。で、あとはもう一個言われたのが、あの、その和製とのエロい動画が残ってない、残ってるんじゃないかみたいなこと言われて、そもそも、 和製のスマホでしか、はめどりはしてなかったし、別れるとき、まあ別れるとき以前にずっと俺のスマホって全部か、あの、コントロールされてるとかね、もう向こう触り放題だったんで、別れるタイミングで、あの、俺のスマホの中から、ね、彼女が消したいものは全部消した上で別れてるんで、もう一切絶対残ってることはありませんと。ね、まあじゃあ一応見せてもらえますか。っていうことで、まあ、仕方ないと、見、見せました。 ねまあ、俺のこんな、なんかいろんな女性のね、そういうハメどりみたいな動画残ってるのはみたいな。まあ、それは突っ込まれるけど。まあ僕はもうエロチューバーとして、おっぱいもんで、100万稼いでるんですと。あのー、まあ趣味もあるし、仕事もあるんで、僕のスマホにはめ撮りが多いことは許してくださいと。ただ、あの、和製の動画は、絶対にないと誓いますと。<laughs> いうことで、まあ本当に結構ね、ちょっと、他の女の子たちの、ね、俺の、 宝物でもあるハメドリを警察に見られてねえ腹立つけどまあ一応僕の潔白はまあ証明できてでまあその和製がストーカーされてるって思っちゃってるからまあ精神的にね彼女が弱い部分も分かってらっしゃいますよねみたいなだからまあまあその悪意がなかったとしてもまあ彼女がそう受け取りかねないような行動とか言動とかこう気を,気をつけてくださいとまあ一度こうやって注意してる以上は次からどんどん注意が きつくなってくる可能性もあるし、まあ、その中村さん、俺が中村って言うんだけどね、まあ中村さん的にも、まあ、思い当たるしなかったかもしれないけど、今まで以上にこう注意していただけたらと、っていうことで、疑わしい行動をするなと、えー、っていうのと、ストーカーしてないかどうかの確認っていうのと、スマホに和製とのハメ撮りが残ってないかっていう確認、そのために、えー、新宿警察署行ってきました。で、俺は女の子とラブホ2人 女の子二人と三人でラボでこうやって寝てたのに三人で仲良くね。それを途中でもう出なきゃいけなくなって女の子残してね。で、女の子を迎えに行ったらもう延長ですよ。ホテル代延長。で、しかもその日、宇都宮で予約してた脱毛もね、もうキャンセル。もう、俺としては、その和製の、言ったらもう被害妄想。でひ、まあ、巨言とまでは言わないよ。俺に嫌がらせをしたくて巨言入って、 ってるのか、被害妄想なのかもわかんないけど、もうありもしないことで、こっちはもう損害まで出てるっていうことで、ちょっと本格的に、あのー、和製ミナージュさんを、あの、名誉毀損で訴えようかなって、今本当にちょっと真剣に考えてる状況です。だからまあ弁護士に相談して、こ,れこういうので訴えれますかっていうことでちょっと相談行こうと思ってます。ってことで、まあ、あのー、 これから先はね、まあ、できるだけもちろん和製に関することをあの、行動も言動も,もちろん気をつけていくんだけど、まあ、散々ね、ネタにされて、あのー、俺のストーカーがひどいな,なんて、あのー、ありもしないことを書かれてね、こっちも名誉きそうなんで、まあ、この動画を持って僕の潔白をね、もう警察署までねせっ、しっかり言って、誠意を見せて、本当に誓ってストーカーしてないと。ね、一万ポイズって、 ね、格闘技イベントの会場で鉢合わせしたとき、まあ前にいたけど、それは別に和製のためじゃないっていうことも、まあ一生懸命ね、和製を待ってるわけで、あのー、待ち伏せしてるわけじゃなくて、ね、あのー、友達のために行ったし、友達約束もあるし、こっちも配信が仕事なんで、まあ配信はネタにさせてもらったと。向こうがネタにしない限り、こっちからネタにすることはないです、と。と、まあ、完全に誓ってきたんで。まあ、この動画を最後に一応和製の話はもう、しないつもりなんですけど、 それで、まあ、僕としてはもう俺は被害者だと思ってるんで、動画で、こうちょっと自分の思いというかね、事実というか、これまでの流れをね、話させてもらいました。で、まあ、あの、メインチャンネルではそんなに触れてなかったんだけど、ね、あの、今戦うエロチューバーとして、あの、100万稼いでます。おっぱいもんで100万稼いでます。まあ、概要欄から飛べる、夜の右チャンネルっていうところで、 まあ、お,おっぱいを揉むか、ビンタをされるかっていう企画やってて。で、もちろん YouTube で映せない部分もあるんで、マイフ f a n s っていうね、ファンサイトに、ね、あのー、行って、あのー、動画を見てもらうっていう形で、まあ今、あの、正規を立ててますんで。まあ、格闘技と、エロチューブと、まあエロチューブっていう言葉がそもそもそんあの存在するのか、みんなに伝わるのかもわかんないけど、まあエロ動画クリエイターと格闘技ね、 ってことで、まあ、戦うエロチューバーとしてこれからも頑張っていきますんで、応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。あの、メインチャンネル、サブチャンネル、エロチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。ツイッターインスタのフォローもお願いします。ちょっと、YouTube、このメインチャンネルも頑張っていくんで、本当によろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバイ。もみもみ。